はい、これからまあ18ゲームで京都に帰ります。でサイコロ振ってもらおうと思いまして、ちょっと待って、引き離しますね。回します。いや回しといて、今キッショって言われたから。信弘社長のためにいたずらするのねん。4、待って、1、2、3、4、水戸塚か、1、2、3、岡崎。お、とりあえずじゃあとりあえずまあどうせ豊橋には豊橋には降りるん で、 降りるんで、僕らが大好きだ。待ちましょう電車。はい、待ちましょう、はい、あのね、もう普通しかないので、今7時前なんだけど、7時20分のあの新快速乗らないとずっと岐阜までもう鈍行になっちゃうから、ちょっとこれはもうラーメン諦めて、あの千葉の食堂さん沖縄料理美味しいらしいから、はい、ちょっと入りましょう。入りましょう。でも近くでなんかね、これがあの高台駅の目の前にある千葉の食堂さんです。はい、入りましょう。はい、とりあえず名古屋まで行こう。でも そのためには6引かなきゃダメ。だから20分乗って6引いたら名古屋、それ名古屋だったらまあまあ新幹線出るじゃん。それ狙いで最後に行きます。でこれで6出なかったらさっきのスキップカード OK なので、てか今日この駅だから今もう一回引けるじゃん。引き、とりあえず引きます。これうまくやってな。はい、じゃあとりあえず行きます、はい、特急来い、特急ボンビいらんでも来た。ギャンブルカード来ました。いいのが来ましたね。じゃあとりあえずギャンブルカード出たけど、これちょっと保存残しておいて、ギャンブルカード出ました、これ今やめときます。後でギャンブルカード説明してな、はいはい。で、スキップカードを6でなかったら使います。それを言います。 OK じゃあサイコロ引きます。え、マジかも。6な6声、俺の苦渋いきます。また5 花山、金山8時24分っていう新快速がある。使わず金山でいいんですか。これ金山でいいな。オッケー。じゃあ金山まで行きます。はい、いや急ぎ足で食べましたけど、しばる食堂さん、はい、タンタンそば。はい、美味しかったね。美味しかったです。はい、はい、はい、金山駅に着きました。金山駅はなんと JR 線、見せてみてください。 JR 線、はい、はい、JR 線です。はい、次、はい、名鉄、はい、あ、JR、 JR 名鉄、名鉄どうですか。はい、はい、でなんと地下鉄もあります。はい、はい、はい、もう観光の中心、観光の移動の中心と言われる大事なここ全てがもう観光ですということで、愛知で道に迷ってまず金山駅に向かっていただいて、みんなそこから地下鉄、JR、名鉄があるので、ぜひ迷った時には金山駅を目指してくださいということで、どうでしょうか。あの勢いで OK にします。ありがとうございます。行きましょう。暴れすぎでしょ。はい、はい、金山駅ですけれども、フットゴルフの僕のライバルクラブ、バルバロフットゴルフクラブが、愛知県にあります。まあ、金山に誰か住んでいるか分かりませんけれども、僕はいつもバルバロをライバルとして頑張っていますので、フットゴルフは加藤伸弘、そして愛知を拠点にしているバルバロフットゴルフクラブ、よろしくお願いします。 OK、はい、はい、とりあえずルーレット引きます。はい、あ、
店員さんを撮ってた。いやギリちょっとあんま顔映してないんで。いや顔はいいけど、はい、行きます。うん、早かったな。2枚ギャンブルカード2枚使います。はい、でギャンブルカードの説明がまだしてないので、はい、ギャンブルカードというのはもうシンプルに僕とじゃんけんしてもらって、はい、勝てばノブさん特急カード2枚、負ければあのマイナス10万ポイント。やばい。つまりゴールしてもあのもう負けです結局。 OK やろう。はい、で2枚目ですね。これでとりあえず1枚1枚1枚はい、最初はグー、じゃんけんほい。ノブさん、ギャンブルカード2枚目。2枚目、はい。最初はグー、じゃんけんほい。ちょっと弱すぎ、弱すぎ。今日ゴールしても負けってことな。もうマイナス20。とりあえずゴールはするよ。とりあえず頑張るけど。もう分かったけど、サイコロ振るわ。はい。もうダメやん。サンってどこ行くの？もうボロボロよもう。はい。岐阜駅です。はい。庄司君に会いたいって言ったんですけど、返信なりません。ということで今日のゲスト。織田信長さんです。はい、ということで戦国城下町ということで岐阜 FC 岐阜今頑張ってますけれども、昨日は引き上げですか。引き上げです。愛媛 FC と、はい、もう帰ってきてるのかな、はい、ちょっとサポーターさんたちがいたら声かけたいなと思ってるんですけど、なかなかユニフォーム着てる方がいらっしゃらないので、はい、これにて岐阜駅は終了にしたいと思います。はい、もう夜も大事なんでね、なかなか、はい、もうね、岐阜駅と言ったら見てください、ほらバカにしてる。はい、はい、じゃあですね、もう次スキップカード使うんで、はい、まずルーレットまず行きます。はい、カードルーレット行きます。行きます、スタート。はい、特急カード使います。あ、ここ先に使いますか。あ、スキップの方がいい。でここで例えば振るじゃないですか、普通にサイコロ、はい、で6が出てスキップ使います。6が出てそうするそうする、はい、特急カード一旦あります。じゃあまずサイコロ振りますね。はい、行きます。はい、どうぞ。2って何駅だろう、西岐阜の次はどこですかね、まあ、まあそういうのなんで次スキップ。はい、スキップします。スキップ、いきます。はい、降りなきゃダメなんですか。3で降りなきゃダメです。まあいっか。はい、じゃあとりあえず3つ後3つだけしか使う。俺ないな。3つ、はい、すみます、はい、ちょっと待って3つちょっとだけちょっと調べるわ。51分乗ります。はい、大垣す、いや王だけど、うん、もうだけど、うん、大きい駅行きましたね、弱気と。あ、そこかって感じですね。大垣行きます。はい、はい、行きましょう、楽しみですね。はい、いいんだけど、大垣一番さ、ほら安心安全な駅だからいいんだけどさ、はい、サイコロ運よこれ。特急使っても下手しやばいと思う。そうですね、ちょっと男見したい次、はい、とりあえず、はい、行きます。行きましょう。はい、大垣駅です。最後僕の大好きな居酒屋があったので、
そこで食べて最後のルーレットやりたいと思います、はい、カモン、はい、そのまま15分ぐらいでいけるんですか、そのちょい飲みみたいな。何分後？20分後ぐらいです、大体。もう乗るのは20分後？はい、25分後ですね、時間は。もう説明だけ。はい、新機体。はい、出入り口見てください。パッと、はい、はい、この出入り口がめっちゃうまい、皮。もう20分？ 20 分後に出れば大丈夫。はい、じゃあ行きます。はい、はい、行きます。はい、トロトス君、はい、あ、そうなんですよ、戦闘4000時間。今何時間？300ちょいですね。1ヶ月？1ヶ月です、2ヶ月ちょうど、もうすぐ2ヶ月。301人目。あ、そう、あの広告出るじゃないですか、 YouTube。 それが出せるようになるんですよ。あ、そうです、そうです、そうです。だからなかなかハードな。じゃあもうルーレットやりますよ。はい、あ、ヤギさんに押してもらうもん。あ、そうです、いいですよ、いいですか、ルーレット押してもらって。外れたらいいじゃん。いや、これもう外れたらもうゲームオーバーです今日。いきますよ、はい、いきますよ、はい、頼む。特急カード引くしかないですからね。特急かギャンブルだろ。はい、ギャンブル。もうちょいですか。ゴールできる、これ。ギャンブルカード使います。はい、もう借金も抱えまくってるんで、今更増えようが関係ないですよ。行きます、行きます。最初はグー、じゃんけんほい。あい、あいこでしょ。弱すぎる。俺さ、ちょっともう、ありがとうございます。はい、これです。ちょっともう終わりやん。ゲームオーバー。特急ゲームオーバー。これ50円よっ。もう取っていい？取っていいでも。ありがとうございます。3回になりますね。行きます。最高。ありがとうございます。でも何も残ってないよね。あの時はね、1枚だけ。あと奇跡しかない。え、でも、ん？特急使って、あ、そうですね、もう無理か、無理っすね。特急使ってで、救済処置で先にカード引いて特急出てやったら入れます。いいの？はい、じゃあ特急引く。うん、これ入れます。本当はこんなんじゃないんですけどね、僕。こういう感じで押してないんですよ。じゃあ2個取ってください、もう。普通、もうこれと、ちょっと普通の、ちょっともう。加藤信弘のどんなもんじゃないですか。みんなも登録してねって。サッカー分かる人がいたらね、もしかしたら。もうでも、八木さん、特急カードを引いて。もうこれはもうしょうがないんで、もう。じゃあ、八木さんにお願いします。はい、行きます。そこ押してください。あ、そこでいいです。ごめんなさい。うん、まあまあいいんだよ。いや、ありがとうございます。まあまあいいです。ありがとうございます。さっきサイコロ2個振って3しか出なかったんで。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとあのお店の宣伝もパッと載せいいですか。あ、じゃあそれは、はい、やります。はい、いただきます。ありがとうございます。11です。はい、どこまでいきますか。11は、7、8、9、10、11、能登川。
ありがとうございます。助かります。最後まで諦めない。はい。すいません。生一つ。もうラストですもんこれ。僕初めてです。僕も初めてですね。ジャッキープ何回かやってるんですけど、いつも豊橋まで行けちゃうんで、逆にやっと降りれた感あります本当。でも短い。ノブさん、お聞きください。寝てる場合じゃないです。非常に残念なお知らせなんですが、もうサイコロでは間に合わないです。なんで今タイミングで言うんです。ちょっと30分チャレンジでバタバタしたんで、ちょっと今あれなんですけど、ジェイコのサイコロ振ってもらったやん。サイコロ11もちょっと惜しく届かずということで、このチャレンジ、いやもしあれでしたら、このカメラ映ってないところでカードを引き直しまくったりして。そんなことしてない。ズルすることもできます。そんなことしてない。だったらもうこの電車に乗って素直に乗り換えをしないと帰れないです。だってもうそもそも俺がサイコロの運なさすぎて無理やん。そう、もうギャンブルも勝てなさすぎて、そんなハッピーエンドでな、終わるばっかりだな、人生じゃないから。そうゲームオーバー。ゲームオーバーです。なんか悔しいな。でももうジャスキップ間に合わないもんな。はい、間に合わない。途中下車もうダメってことやろ。そうです。いいの。いやもう人生は失敗から学ぶのが人生なんで、ちょっと楽しかったことまたやろう。はい。次回また再挑戦ということで、はいはい、まあ、じゃあ今回はこのまま、はい、どこにも降りずサイコロも振らず、はい、ルーレットもせず、はい、京都まで帰るということで、はい、じゃあ最終じゃあ2時何分 ?2 時スタートくらいだったよね。そうですね、2時過ぎで、前原まで正規ルートで行けるのは能登川まで。能登川、じゃあそうだな、じゃあ今回は清水からは能登川までというのが、はい、まあ加藤信弘の苦渋のなさから生まれたこの悲劇ということで。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、着きました。はい、ただいまの時刻11時20分。はい、まあ、最終的にゲームオーバー。はい、ゲームオーバーということで、能登川までのサイコロを振った時点で、帰ることが京都まで不可能になったので、能登川で降りずにそのまま京都まで快速快速で、はい、あ最後あれか普通か、はい、帰ってきました。はい、まあ、なんだかんだね、最初のスタートはもう普通に当たり前に帰れるだろうと、はい、思ってたんですけど、やっぱ最後のこの米原から京都までがちょっと強敵よね。そうです、19、はい、ちょっとチャンスがな、ま、正直余裕で帰ってこれるなと思ってた。あ、多分帰れたね、はい、何が悪いって、はい、オラトス何が悪かった。日頃の行い。ああ、はい、いや、そば、まあまあまあ、それは改めてじゃなくて、あ、サイコロだろ。サイコロ、はい、もう今日は全ての運がなかった。そうですね、はい、まあ、これがね、ちょっと今度やるときはいい方向に行くように、はい、良くなくていいけど、はい、悪すぎ。そうですね、2個振って3とかさ、はい、1個で2とかさ、はい、なんか意味なかったもん、はい、もうちょい進みたかったけど、まあ、正直そのなかなか普段降りることのない駅にはまあまあ降りれたかなと思いますので、まあ、素晴らしい出会いもありましたし、まあ、ゴールがね、成功以上のね、出会いっていうものを得れたので、今回はもう勝手に大成功ということで、はい、締めさせていただきたいなと思っております。オロトス君、何かありますか。
とりあえず残り15駅残しぐらい、かつ30万ポイントの近くの借金を抱えての、借金じゃない、借金ポイントの負債を、え、そのままスタートするの？いや、それはちょっとまた考えておきます。うわ、とりあえず30万ポイントということで、はい、どうなるかは考えておきます。ギャンブルカードのせいで、ギャンブルカード、あの、分かってると思いますけど、全くそこお金じゃないんで心配しないでください、はいはい、ガチで、はい、ガチだったらとんでもないことになってます、ね、ということで終わりましょうか。はい、では閉めます、はい、チャレンジは失敗でしたけど、はい、無事に京都に帰ってこれたので、はい、これは解散したいと思います、はい、青春18切符の旅で、様々な方と今回お会いすることができました。そしてこの YouTube を見てる方、まさかあの時のあの人はこいつじゃねえかと思った方、あの、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。加藤信弘と言います、はい、ということで加藤信弘のどんなもんじゃい、お疲れ様でした。ホラトスもお疲れ。お疲れ様です。